여러분 안녕하십니까? 今日はミレの多読の会を紹介したいと思います。ミレでは月に1回日曜日の夕方なんですが多読の会をやってます。まあ集まってとにかく何でも読んでみようっていうそんな会なんですね。自分で本を持ってきてもいいし、ミレにある本でもいいし、とにかく何でも読んでみましょうというのが多読の会の趣旨です。授業中に読む韓国語の量なんていうのは本当にね知れてるんですね。中級ぐらいでもまあ10行ぐらいまでですからね。本を手にしてつい夢中になって1ページ2ページ読んでしまったっていうそんな体験が大事なんですね。ただ一人で何かを読むといってもなかなかねそれは読めないんですね。敷居が高いっていうか、ですのでこういうところに集まってちょっと一緒に読むっていうそういう体験をすると、それがきっかけになってお家でも韓国の本を読むそういう勇気のようなもの、気力のようなものが湧いてきますので、そのきっかけにしてほしいなと思います。今日はね、私が最近読んで特に感動した本、日本語の本なんですけども、黒田福美さんの夢の後先っていうこの本を簡単に紹介しました。本っていうのはね、日本語であれ韓国語であれちょっと誰かに紹介してもらうと読みたくなるんですね。で、読みやすくなるんです。紹介してくれないとその本が本当に面白いのかどうなのかなかなかわからないので、警戒って言ったらあれですけど、親しみが持てないのでなんとなく疎遠になってしまう。ですからこれから多読の会では最近どんな本を読んだのか、ブックトークと言いまして本について語るような時間、今日も多読の会の最初に10分ぐらい、15分ぐらいですかね、簡単に紹介したんですけども、このようなことを地道に続けていこうと思います。皆さん一度ミレの多読の会に来てみてください。1991年に夢の中である青年が出てきて、で私はこの海で死んだんだけども、朝鮮人なのに日本の特攻隊で死んだ、で日本人の名前で死んだのが心残りというふうに夢の中で言うんですね。であまりにも鮮やかなはっきりした夢で、黒田さんはそれでパッと目覚めるんですけども、今の夢は何だったのかなということがずっと気になってて、で、あちこちが名乗りを上げて、立ててくれることになって立ったんですね。これはね、ヤタガラス、日本でも日本代表のあのマークになってる三本足で、要するに特攻隊だから空をかけるという意味でね、ヤタガラスを。でこれが 今もこういうことです。2017年の現在もこういうふうに倒れたままだった。